ジャカール・ジョーダン・サンプソンはアメリカ合衆国、オハイオ州クリーブランド出身のプロバスケットボール選手。ポジションはスモールフォワード。レブロン・ジェームズの母校のセント・ヴィンセントイコール・セント・メアリー高校に通っていたサンプソンは2010年8月にニューハンプシャー州のブルースター・アカデミー高校に転校。2012年に全米フレップ高校選手権で同行。 全米制覇に導いた。同年にセントジョーンズ大学に進学。2012から13シーズンのビッグイーストカンファレンスの新人王に選出されるなど、有望株として活用されたサンプソンは、翌2013から14シーズン終了後に2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。しかし、ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることができず、 NBA サマーリーグでフィラデルフィアセブンティー・シクサーズの一員として参加。シーズンキャンプにも招集されたサンプソンは選手契約を勝ち取り、ルーキーシーズンの2014から15シーズンはチームが低迷に苦しむ中74試合に出場、32試合に先発出場するなど検討。翌シーズンもローテーション選手として奮闘していたが、2016年2月18日に 解雇された。2016年2月22日、デンバーナゲッツと契約したものの、10月15日に解雇された。同月21日にメンフィスグリーズリーズと契約するも、即解雇され、参加のアイオワエナジーに送られた。ありがとうございます。